はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。本日の配信なんですけども、実は前からコロムシ、もしかしたらこれって高等要因の一つなんじゃないかなって勝手に感じていた、ある共通点をもとに紹介する3枚でございます。先に言っておきますが、いろいろ見た結果、高等理由になってるとはまだ言いづらい感じですね。違うような気もしてます。でもまあワンチャンあるかもしれませんからね。念のためお伝えをさせていただきたいと思います。ご興味のある方はぜひ最後までお付き合いください。そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ってことで始めていきましょう。その前にですね、来たる4月14日発売のスノーハザードクレイバーストの情報が一部公開されましたね。皆さん待望のなんじゃもが収録されるようです。 SR がめちゃめちゃ楽しみですね。佐久間佐之助さんイラストの可愛く描かれたこのノーマルカード、効果皆さん見ましたか？なかなかこれやばいですよ。 D レギュの、マリーを一見思い出させる効果なんですけども、さらにサイドの、枚数分の手札っていうことなんで、劣勢の際のカウンターになります。これは非常に強いです。当分の間デッキ必須となりそうなカードのようですね。で、なんじゃもといえばね、もう出る前からもうキャラクターとして話題になっていますし、さらにカードの効果が強いってなってくると、これは入手困難または予想以上の価格になる可能性がございます。皆さん気合い入れて入手に励みましょう。ということでね、始めていきたいと思います。最初に紹介するのはこちらです。連撃ウーラオス HR のスペシャルアートです。2021年1月22日発売、電撃マスター収録のカードです。鳥田さんのグラフでちょっと確認していきましょう。はいはい、現在はですね7万4000円を超えてたんですね。ショップさんの在庫も3件と品薄な感じでございます。ちなみに、同時に発売された一撃マスター側からはこの子が出てきます。一撃ウーラオス HR のスペシャルアート、この子も見てみると、こちらは 36,300 円ですか。まあ、36,000 円という額はまあ非常に高いは高いんですけども、どうしてもちょっと比較してしまうと連撃は2倍の価格がついてますね。まあ、カード効果だったり性能、理由もいろいろあると思うんですけど、この差は何なんでしょうかね。はい、というちょっとうやむやにしたまま次いきます。次に紹介するカードはこちら、ガラルファイヤー V のスペシャルアートです。実はこの子、まあ、ここ最近の変動率が非常に高い1枚です。2021年3月19日発売、双璧のファイターに収録されていたカード、こちらもトレチャさんで見てみましょう。はいはい、4万いきましたね。これ突然変異ではなく徐々に高騰してきてますので、ここまで来ましたね。ちなみに180日前は2万6000円くらいでした。さらに前は確か1万5000円前後が長かったカードだったと思うんですよね。そうやって考えると大変成長したカードになります。で、ここでこの子をちょっとご覧いただきたいんですけども、こちら、ラティアス&ラティオスのスペシャルアートです。この虫は過去の動画配信でもたびたび紹介した、これ大好きなカードなんですけども、もう最近ではなかなかね、手出しづらい価格になってしまいました。が、ちょっとこちらをご覧ください。これね、コロムシがショートで、配信していた動画のスクショなんですけども、1万2000円だったんですよ。1万2000円から4万円になって、5万3000円になって、6万5000円になって、7万5000円まで来ましたよっていう動画なんですね。配信したのは今から4ヶ月ほど前です。現在のグラフを見ると、これですよ。これ11万8800円ですかね。えらいことになってます。2018年12月7日発売、ブックボルト収録のラティアス・ラティオススペシャルアート、これは本当に恐るべしっていうカードですね。で、なんでこの子を紹介したというとですね、コロムシはガラルファイヤー V がもしかしたらこのラティラティのグラフ筋に近い道をたどるかもしれないと感じてしまっているんです。この2枚のカードはもちろんスタートラインが違いますよね。要は発売日が違いますので、2018年と2021年のこの3年の歴史の差があります。ただ市場に出回った時期の違いだけで、ガラルファイヤーはラティラテを追ってくる気がしてなりません。さて、冒頭でお伝えさせていただきました、共通点の話をさせていただきます。本日紹介した一撃とは差がある連撃ウーラオスとラティラテと同じ道をたどりそうだなと予想されるガラルファイヤー V、 今見ていただいているこの3枚ともですね、なんか共通点っていうと、はあ、スペシャルアートじゃんって多分つぶやいた方、それも当たりです。当たりなんですけど、お気づきの方もいらっしゃるでしょう。ずっとコロムシが気になっていた共通点、それは
シンメトリーデザインというところです。簡単に言うと左右対称のイラストってことですね。私コロムシはこれが高騰理由の一つなんじゃないかなって実は前から密かに思っていたんです。一部高騰してないカードも実は存在してたんですよ。ですのでまあ違うのかなとか考えがうろうろしている状態です。ですが実はこのシンメトリーカードって意外とないっていうのは皆さんご存知ですかね。ありそうでないんですよね。もちろん今日紹介したカード以外にも存在はしてますが、意外と存在しません。コロムシがまあ大好きなんですね。このシンメトリーとこの左右対称のデザインすげえかっこいいじゃないですか。まあだからちょっと気になってたっていう話なんですけども、実際のところ、これが、高騰要因になっているかは正直わかりません。しかし、高騰はカード人気やデザイン性で左右されることは珍しくありません。その観点から見るとワンチャンシンメトリー説っていうのも存在するかもしれないなというあやふやな状態なのに、それでも伝えたいと思い、今回は配信に至りました。まあどう考えてどう考察するか、これはもう皆さんの自由です。ペルソナみたいの設定して動きを観察していく、この星はこのように楽しみながら今後も予想していきたいなと思ってます。もし気になった方がいらっしゃったらシンメトリー発掘してみるのはいかがでしょうか。ということで、まあ本日はね、ちょっと考察っていう感じではありませんでしたが、まあ、当チャンネルは高騰予想や考察、私コロムシの勝手な見解でお伝えをさせていただいております。正解ではございませんので、参考程度でお聞きいただけると大変ありがたいです。そんな配信ではございますが、参考になったら、また見てみてえなと思っていただけるようでしたら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローいただけたら大変嬉しいです。よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。